皆さんこんにちは今から始めようレックで短期集中学習というテーマでですね、えー、本日三十分ぐらいお話しさせていただきます、えー、担当しますのはレック専任講師水野と申しますどうぞよろしくお願いしますさあまずですね皆様がですね今年宅検試験受けるそして受かりたいそして受けるえ受かる なったらですね。まあ、どういう勉強をすればいいのかっていうね。そういったお話をねえー、30分程度させていただくんですが、まずこちらあのレジュメですね。こちらダウンロードするなりね。ちょっと一緒にお手元に置いて見ていただければと思います。じゃ、あまずですね。速修コース活用でっていう。まあ完全に宣伝モード入ってるんですが、まあ、宣伝云々の前に、えー、まず、あの皆さんはその宅検を受けるってなったら、やっぱり合格するって決めてくださいよ。鉄則合格すると決める。これ。 合格したいなそりゃそうですね宅ん受かってえ、まあ、就職とか転職に使うとかね、うん、あとは宅っ持てばあそうですね、まあ、独立で開業将来はしたいなとかあとはまあ目先の資格手当ももらえるしねとかねお祝い金もらえるわとかね、うん、であとはたっけ持つとねなんか俺はじゃあ私はバカじゃねえよってなんか証明にしたいとかねいろんな、ね、思いでねたっけんを、ね、受けようってされるんですよ。 でその時に、まあ、受かりたいななんてみんん思うに決まってるんで7,000円もねあのー、振り込み手数料も合わせたらもっとかかるじゃないですかそんな高額な金額をねもう飲みに行けたじゃないですか1回2回安い坂だったら2回分ですよ行けたのに7,000円も出して願書出して受かりたくないやつなんでいるわけないんですうんみんな受かりたいんですでも受かりたいなじゃ受かる試験じゃなくなってきてんですよう合格すると決めてくださいよし合格すると 調子だけくれてるんじゃないんですよ。でも合格する。絶対今年合格するとこれね。本当に決めるとね。叶います。もう半分終わったようなもんです。へえー、半分もとうん。でもね。それぐらいの意気込み欲しいんですよ。で合格すると決めたら絶対ですよ。も、ま、う、あ、これから10年後も20年後も30年後も宅建試験がなくなることないです。衣食住の10という大事なところに願ってんですよ。その資格がなくなるわけがない。じゃなくなるわけがないんだけど、一生何度でも受けれるけど、今年が終わりで決めてください。 あのそうすると例えばね直前期模擬試験やってうわ否定点数ってねやっぱこの時期は、うん、早いです早い方ですなのであの他県試験って十五パーセントなんですよ毎年ねでそうすると例えば二十万人の十五パーセント受かって要は八十五パーセントがまた残るんですよでその八十五パーセントの人が今年も受ける。 もしくはもうやめた竹バーンいらねえや俺ってね、私いらねえやもう資格なんか関係ねえやつってやめていく人もいれば新規参入もいるんですよね。うん、で皆さんが新規参入かリベンジ組かわかりませんが、とりあえずえもうすでに受験されてること方が7割以上は間違いなくいるんですよ。うん、これからえ3ヶ月とかで大丈夫とやっぱどっちかというと不安になる方の方が最近は多くなってますよね。うん、そうでもね受かると決めたら受かるんです。 ただその代わりななかなか大変ですよ例えば模擬試験でいい点って夏から始めた方がえ模擬試験でバンバン40点オーバーですなんてほぼほぼないですそんな甘い試験じゃないですまあも,もしまたえまた20点だうわーってね、うん、でも受かるって決めるんですよ受かるんですよなんで受かるかって言ったら受かるって決めたからですもうあと2週間で今25点どうするとそこでね全力で人間は考えるんですよ、うん、あじゃあこれをやってる時間ないからもうこれは絶対できるからメリハリ効かすんですよそういうことができるのが コーース、ス学校、スクールなんですよ、うん、結局やっぱりそのね今いろいろ情報、まあ、独学で本読んでやるのもそうだけどいろいろそうですね、まあ、YouTube とかねさまざまなね、うん、私もやってますけどねさまざまないろいろ媒体あるじゃないですか。でもちろんなんとなく見ておーためになったってなんだけどやっぱりそれで受かるかって言ったらなかなか厳しいところがあるんですよ。うん、それはそうですだって受かると決められてない人が多いんで絶対受かると決める。うん、そうするとね何とねんかしなきゃい,けないでその時にアドバイス出せますから。 要するに、ね、いやここはやらんでいいここはやるここは全量でやれこれはもういらないからこれ出てるけど何度か出てるけど捨てていいからと結局ねあの何をやるかっていうのも言うけど何をやらなくていいかっていうのを明確にできるのが、まあ、やっぱりこの学校スクールというものなんですよ、うん、だから合格するとまず決めてください。もう決めたらあとは勉強するのみだけどこれ見ていただくとね5年間のデータで、まあ、合格点この羅列でね昨年10月の試験38点っていう史上最高点が出ました。 昔はねもう7割取るだから35なんですけどね7割取れば合格できるんだから7割目指すにましょうよなんてねそういう言い方してたあまちょい時代があったんですよ。だって7とか8とか6とかもねオーバーすることの方が多くなって最近来てないっていうぐらいなんですよね。うん、だから、まあ、目標点数どうしますって言ったらやっぱり40とかになるんでしょうね。40点目標と、うん、でも 40点目標まあこうなったからにはやっぱ35点目標だといやいやいやじゃないですかだからまあ40とか目標にしなきゃいけないけどこれをね満点でいやいやもう45とか言わずもう満点でいくぜみたいに言うとこれどうなるかっとちょっとマジいんですよ。でこの満点を狙っちゃいけないっていうのがどうしてもね これベテランなるほどねいかんのですよでベテランっていう言い方をしてしまいましたがあのベテランの宅建受験生ベテランというのもいろいろいて要はもう5年目なんだよね6年目なんだよねねうんまあこの域になってうくとベテランって呼んでもいいと思うんですね、うん。でベテランっていう言い方はしてますけどあのベテランというのは褒めてませんからね一斗組みますけど当たり前ですよあのね仕事でも何でもねベテランというのはねやっぱこう尊敬すべきというかね え、あすごいな、本当いろんなことしって,てってなるけど、達検試験のベテランって受かってねえだけじゃん。全然ベテランなんて褒められないですよ。うん、だから早くベテラン引退してほしいんですけど、え、やっぱこう勉強一生懸命してるのに合格しないと満点狙い出す傾向があるんですよ。いやもう本当に民法ができなくてと、本当に民法で落ちてると思います。そこを考えてほしいんですよ。うん。で初めての方は、え何言ってんだ、民法ってなんだと。 うん、あの宅研試験って満点狙うと合格短期は無理です。で何でかちょっと分野ごとにやっぱこのメリハリ聞かせないといかんのですよ。で権利関係というのが14問あるんですがそのうち、まあ、民法10問出てくるんですけど条文で戦場以上んです判例とかも膨大なんですそんなもんね全部覚えられると思います無理に決まってんじゃないですか、うん、だから結局満点狙わないっていうのはすごく大事なことなんですよ。 満点、うん、なんて狙わなくても受かる試験だからだってもう38最高でしょ満点なんていらないからとそういう言ってんじゃないですよ。えー、満点狙うと何がいけないかその話をねこれからします次のデータをご覧くださいって言うんですけどこれ何と、うん、はい2016からずっと2020の10月12月昨年2度あったんでねでちなみに今年もなんかあの状況によっては2度あるっていう発表なされてましたね、えー、ちょうど今から2週間ぐらい前なんですけどねこれ撮ってるね、うん、貼ったんですけど もう一回で終わらしてほしいですね。やっぱりね、昨年もそうだけど、やっぱり12月の試験の方って2ヶ月長いしみたいなね、あのところがあるけどモチベーションが持たないですよ、うん。やっぱり10月でなんか終わったっていう感じのその雰囲気にどこの学校もカリキュラムがそうなってるんでね、なっちゃうんでね。 だから本当にそううがきついいなっていうねだからもう1回で終わらせてほしいと思うんですけどね、まあ、どうなるかは分かりませんが、まあ、どちらで来ても合格するって決めてやっていきましょうよ。でその時に50問以上 50%, 50以上の正答率の問題これ受験者の正解率なんですよ。でもちろんねこれ90から100とか80とかっていっぱいありますが50%より少ない未満の問題49.9までのねその問題がえ 結構ありますよねでちなみに50%以上の問題数が404344414544さあ見てください合格点下回ってるの1個もないですよね。ちゅうことです。結局正答率50%以上の問題をちゃんと全部ミスなく取ればでちなみに受験者が正解率が50%以上の問題って難問奇問、沈問じゃないです。もう一般的な過去問 ただ過去問そのままじゃないですよ過去問と全く同じ文章で車とか現地ありの免許みたいに出たらこれです85か90とかこっちの上の方です、うん、でもそんなマっちょロい問題の方が少ないんですよでもちゃんと趣旨が分かってちゃんと過去問検討して過去問の論点を潰してれば見てくださいこんなものです 要はマニアックなほかに差をつけるようなこんな 10%20% しか超上位の人しかできないような問題をぶっちぎった問題をできるんじゃなくてみんんんななが取取れれれる問題をちゃんと取れればどうでですす合格点間違いなくいくくよ、うん、ただここの50%ーというのはちょっと一言言っとくとレックで、ね、レックでやっぱ受けてた方が回答速報会でそのご自身の回答をフィードバックしてくるんですよ。 うん、でまあ他の会社で受験されてた方も、まあ、来ていただいてはいるんですがやっぱりそのレックまで来てわざわざこれね自分のその採点を出してくれる情報を出してくれるなんていうのは自信がある方なんですよ、うん、だからもう例えば昨年も試験終わってもう終わった瞬間あんま無理っぽともう無理っぽだったらもう家帰って飲んでますよね。うん その時コロナだからちょっと覚えてないけど多分まああんまりちょっと外で飲むのはっていうところだったとは思うけどまあもう回答なんてもう見ねえともうダメだったからもう全然忘れたいみたいな、うん、感じだからそういう受験生は入ってないところは一応ねあの念頭に入れてるんですねだからこれ50%っていうのはそれなりのレベルが母体がある人たちのところなんで実際もっとね全国平均だとこれより2 3二三点は減ると思いますたただ点減ったとしても 全国のえ卓研試験の受験生母体にしても要は50以上の正当率の正率問題を取れば落ちるここととなないいでですすうんよだから、ね、結局そのやるべきことっていうのはみんなが取れる問題を落とさないようにするだから試験範囲は広いですが品質されたものはそれほど多くないと。で実際ねあのこれ私はもういつも言うんですけどここが試験自施団体が実際範囲としてここから出すよっいうのが10としたら実際卓研試験に出て この,この問題正答率50%以上の問題になるところの論点は要は正解合格点プラス23点の部分はこのうちの2から3割なんですよ2割から3割なんですよ。で試験は毎年 LA 難しいところ重箱を隅っつくようなところも毎年出てるんですよ。それが40とか30とか20%とかの問題ですよ。 超難問とかも出てんですよ、ええ、重箱の隅満点狙うとどうなるかいきますよ、うん、この出てるところはもちろんのことこの重箱の隅系のところも全部取れるようにするそうしないと満点は狙えませんよねで、全部取れるようにするしかも周辺もやるなんてなるったらものすごい範囲なんですよ宅検試験って国家試験の投入門って言われてるんですよあの宅検試験ってすごい広く浅くなんです うん、実際例えば不動産登記法ね不動産投機法宅建に出るのは大したことないけど司法書士もう一つ土地価格調査士もっと深入りで出てくるんですよ。うん、不動産鑑定評価基準不動産鑑定士、まあ、全然難しいこと出るんですよ。区分所有法えこれ区分所有法って言ったらやっぱ満ンとか管理業務所にとかね。 うん、あと税金の話 FP ファイナンシャルプランドとか税理士全然奥深くね出てくる試験出てくる法律なんですよ。えまあ民法だったら行政書士司法書士え司法試験もういっぱいあるんですよ。そんな範囲全部満点狙うほんの無理決まってんでしょ。えやりたきゃたっけ受かってからレベルアップしてください。要するにこれもし満点狙って勉強するとどうなるかいきますよ。 真面目な方ほどえ、容量が悪い言っちゃ悪いけど人ほどいろんなことやるんです満点狙ってじゃあいろんなことやる結果どうなるかえ、満点狙ってやるいやーなんか見たことある問題え、見たことない問題はあんまないんだけど見たことない問題はあんまないけどどっちか絞れないな二つには絞れんだけどなとだから合格しないんですよ結局いろんなことをやりすぎてこの二カさんがぼやけんですパレートの法則っていうのがあって 10のうちの210の2って言われてるんですよ、うん。2とか言うと油断しちゃうから3にしたんですけど私はね,ね2から3でねこれここやってみてくださいよここを徹底的に。で出てるけどこの重箱の炭系は捨ててくださいよもう一切見ない全く見ない全くも眼中アウトブック眼中にしてみるそうすると、ね、ここが浮き立っていけるんですよ、うん、受かるんですよ。 なぜならここが出てここが合格点の要素ね塊になるから結局あの何でもかんでもね出てることをいろんなことをやりすぎるからぼやけるぼやけるからどうなる受かりにくい、うん、ここだけ特化してやってくださいそれは満点無理っすよえ何これわかんねえやじゃあ次なりますよ捨て問がありますよいいんですよ合格点いくからだからねこのね戦略っていうので結局満点狙っちゃいけないっていうのはこれはもう試験のね大鉄則なんです。 だからおそらく試験というものに慣れてる方は百満点なんて狙うわけないでしょと、えー、あここが出るなここが大事なんだあじゃあそのためには過去問をやるはい出ました今何回言いました過去問をやるって言いましたね過去問あ宅検試験は情報線とかって書いてありますねじゃこの情報線というので何か書いてあるのかなと思ったらそこには書いてなかったんですけど、うん、あのこれこの二かさんのところ何を見ればわかると思いますと 今日はレックの宣伝でございますだから情報戦だから学校えどこでも立っけん虎の巻っていうのでやってるぜみたいにね宣伝になってんですけど、うんまあ、それより前に皆さんのために今日はお話しするのは過去問過去に出てるところ過去出てる問題やるとここがねもろ出てんですよ。で過去問は大事って言うじゃないですすかこれはね本当なんですでなんんででで大事かっていうのをちゃんと分かってください。過去出てるから じゃあなんで過去出てた方が大事かっていうのを言ってきます、うん。この試験で大事だから過去出してんです。あの何事も目的というのなんですよ、ええ。制度趣旨、何のための試験なのかと。この試験は重要事項の説明をする能力があるかどうかを測ってるんですよ。じゃあその重要事項の説明ができるかどうかはもう昭和33年からずっと変わらず大事なとかは同じなんですよ。 うん問題の文章の難易度だなんだっつうのは年々年々レベル上がってますが大事なところなんでそんな変わらないんですよ。だからここは出るんです、うん。だからどんな試験でも過去問をまず見るっていうのはこれはねもう試験では鉄則になってるはずなんですよ。そろそうです。その試験で大事なことが何がわかるから。えー、ただ。 合格率が10%切るって私はだいたい感覚るんですけど10%切る問題だと過去問だけしっかりやっててもその周辺もやっとかないと受かんないなきっとなこの試験はなってなります、うん、でも15%あるんですよ15%ある試験だったら過去問きっちりやりきれば合格できるんですだから過去問なんです、うん、いや過去よりも未来やっぱり予想問題でいっぱいやった方がとかっていうのがこれがねあのー、まあ 結局予想問題も過去問ベースに予想してるから結局過去問やってんのと似たことになるからねその結果できてる人もいるんですが予想だったらどうです各社予想大外し全然出ない浮かんないんですよいいんですかそんなんでえじゃあ絶対合格するための勉強どうします予想問題じゃないんですよ過去問うん。だからあの予想が的中とかって喜んでるのって もうねあの学校としても講師としてもねよろしくない私はそう思いますよあの当たり前です当たるのがだって大事なところを何年も研究してやってるんですよ我々はそれを当てないと当てないと,というかここが大事とただその予想でえそのたまたまでそんなところが出ててもしょうがないんです要はもう定番のところここはやんなきゃいけないところを示してそれ出る出ない数々やらなきゃいけないところは出たらやんなきゃいけない、うん、そういうのは示してえであとはやっぱ流行りふされまうんですよ メリのリのために予想というはやんですだからね予想問題だけで勝負というのは絶対いかん,んですよね、うん。じゃあ何をするかって言ったら過去問をやるじゃあ過去問をやって何度も出てるところを徹底的にやるそして満点狙わないえ過去にも1回しか出てないようなでちなみに動く問過去問題集ってねうちの問題集これあるんですけどね解説に星印がなないいいでですすよこれ覚えないといいやつです要はここのね10のうちのこの枝この問題の枝番号は えー、うわー細けえなー10年に1回この年初めて重箱の積み系だったら覚えなくていいですよと、うん、それが多分これが10年後20年後になってそこが2回3回4回って積み重なってきたらここに入ってくる、えー、だから年々達見は難しくなってだから今年受かっちゃいましょうねということです、はい、であとは、まあ、問題因数がねこれ決められてるってうんですがこれ権利関係ってあるじゃないですかで14もあるんですがはい 今から最低ラインいきます、ね、最低ライン7ハム 14, 14の7で14の7でいいんじゃないんですよいや本当は10点とか取りたいですよ当たり前ですけどでも14の7、はい、これ最低ラインですこれ切らないようにしてくださいでこれを切らないようになるべく早く民法権利関係の問題勉強は終わらせてくださいうんあの費用対効果が悪いんですよすんごい広いからじゃあ業法は20問中どれぐらいって言ったら最低ライン1614 で実はねこの16っていうのはちょっとねもうね昨年の見たら甘いかなでねもう本音を言うとねこの16じゃなくてねもう18ぐらいでですねでちなみに昨年簡単とは思わないけど50%の正答率の問題が見て下さいね結構多いんですよね。でまあこれ他の年も同じぐらいの年もあるんだけどやっぱりこの40問の年とかどうですか やっぱ難ししい問題が多かったんでしょうねこれねだけどそれと比べてはやっぱりやりやすかったのかなっていうところはあるんですよ。で特に宅建業法とかって出し方でね「い、うん、やらしいな何とかを除く」とかって本当いやらしい言い方だなっていう気持ちはわかるけどはっきり言いましょう。ね、いやそこちゃんとやっとかないと合格者になるわけないよっていうポイントなんですよ。 結局いや厳しいないやらしい出し方だってそういやらしい出し方だなんていうのは卓建業法はもう分かってるはずなんですよきっかけ方かってだからこの卓建業法に関してはえ16点は本当最低ラインでも,もう昨年だともう18かなと思ってますだから卓建業法がねもう16切ったとか言ったらそれを買うわけないです、うん、でそんなのにいや権利がとえあ「業法何点ですか?」と「いやいや業法ね15点まあまあ取れてるんですよと」と「権利は?」と。 権利7点なんですよと、えーうん、あの業法がガンですねえー、でも権利半分ですよいいです先生えー、業法15いやまずくないですか業法15はそういうところですうんだからこのね点数のところで業法はなんか大丈夫みたいになるんだけどいや業法できないとダメなんだねだから業法20問中20問ですよ目標は業法だは満点狙わずだからさっき満点狙っちゃいけないってのは全体として だから権利関係とか隅々やって満点とか狙うとそんな短期無理なえ短期どころかもう全然延々とエンドロスでベテランへの道になるんで、うんうん、そこはね注意してくださいってことですあと法律上宣言税額ってこれ全部で11問として考えるとはい8問です8と3と11問のうち8でこのね法律上宣言が最近はどっちかというと合否分かれてるデータ上になってます、うん、あの権利関係はやっぱ難しいんですよ で今も昔もやっぱり難しくてそうですねあの7は最低ラインって言いましたけどだいたい合格者も8点いくつとか9点10点はねよっぽど簡単としないといかないです、えー、だから権利関係って合格者も不合格者も、ね、実はその6点7点8点9点あたり固まってるんですよあの。権利関係1点2点っていう方ははっきり言いましょうね。なんかねあのー 大丈夫ですかあの私生活なんかこう誰かに恨まれてるとかなんかこうお天道様に顔向けできないことやってませんあと皆さんが悪いことしなきゃなんかこうご先祖がなんかやらかしてるとかねよっぽど引き悪いというか運もな,んかないですよだからもうなんか民法2点3点しか取れないという方はもう勉強の前に人として何か大切なことを忘れてないか見直してくださいよ。だから権利関係ってある程度考え方であって日本語ちゃんと読めると7点ってねいくんですよ。 そそんななやってなくてくくもここのととろろよろしくとで逆に行法とかっていうのはもう16じゃ少ない171819ととそれぐらいがないと合格しないんですよ。もうちゃんときっちりやんないと攻めていかないと問題文見るときも引っ掛けどころ探しながら「あここだ!」みたいにもう引っ掛けどころ探しゲームですよ。なんとなく読んで「丸かな×かな」ってふわふわやってるじちゃ行法は点数伸びない。うん、だからこの行方ってひ きっかけどころってゲームみたいな感じでそういうのが好きだと早いあっという間あの行語てあのその気になるとそうですねまあ人によって全然その取れる時間が違うけど二週間ぐらいでもう動くレベルパーンと行く人もいっぱいいます、うん、だってもう言ってることそんなに難しくないぞで,、うん、でも覚えなきゃいけないでも覚えなきゃいけないけどただ覚えただけだと丸腰でやると間違える過去問をしっかり出方を見てその過去問の引っ掛け方に引っかからないように。 ちゃんと頭にインプットするそれができると業法は早いあと法令と税は嫌なんです勉強がつまんねえ税金つまんねえ法令は言葉がわかんねえと、うん、これやっぱ頑張るところですよね。でもこれ本当にね法令はね定番のところが繰り返し聞かれるんですよ言い回しは変えてもそうするとね最近はね業法はほぼほぼ皆さんできてきてるんですよ、ね えーまあ、宅見試験二十何万人いますけど、うん、大体そうですね6 7万人は記念受験です記念受験というのはもう,もう,もう論外これ言っては失礼ですけど「いやよく来たね」と「交通費もったいなくない」と「いや会社が行け」って言うからとあの意外と多いですよ私の仲間はね、うん、あの業者の仲間はね、うんまあ、とりあえず行かねえとまジいから行ってきます問題がねえと会社に言われちゃうから行ってきますと初めの瞬間寝て。 え今日あんま寝れなかったんですよねとお前寝に行ってんのか毎年とえそういうやつはいっぱいいますえいっぱいというのがどれくらいかとい,いう感じがします、うん、まあ行くだけ、ねうん、だから実績競争率ってもっとあ減るはずなんですよねでその時に業法もやらないと話にならないで業法は大抵結構できてきてるえでも法令上の制限税のところで落としちゃうだから業法と制限ですよ ここが本当の勝負ポイントだだいう意識を持っってて頑張ってくださいで権利関係は、うん、でも7でも楽なわけじゃないんですよ。あの結局その民法権利関係って民法の問題が A が B が B が C にどうして C がどうしたって事例で出てくるかそれを図を書いてちゃんとやることによって見えてくるっていうね結局覚えてポンの問題じゃないからこれ7って言っても簡単な数字じゃない。えただその結局ね我々リーガルマインドって呼んでますが 暗暗記暗記じゃないでもちろんね試験だから覚えなきゃいけないことがあるんだけど考え方要はどうしてこういう風なルールがあるのかっていう考え方を学んでいくと権利関係ってねそんなに多くの暗記いらなくできるようになってくる7点8点だったらっていうのをまずね考えながらやるとこの法令うん宅見試験はいいですねってことです。であとは、まあ、これですね時間がなない人たちの効率的学学習方法え学校行け いや、もう完全に宣伝入りましたね。でまあ、そこよりもまず皆さん見てほしいのはこれなんですよ。宅建試験合格ってどれぐらいいるか？って言ったら300時間の学習っていう。目安ですけどね。うん、もちろん、あのこれ平均的な数値だからだからもっと早いえ。まあ全然短くていけるよ。という。あの実際でも最近1ヶ月で合格してるっていう方は民法の素養はありますね、えー、そうしないとちょっと難しくなってます。 1> うん、あの昔1ヶ月でもって言って、まあ、実際1ヶ月で受かるかってったらそんなことなくてね、あのー、ずっと前からある程度ちょろちょろ見てるけどもう試で例えば21点取っちゃったと1ヶ月前のもしでこれはまずいっていうことで38点で合格とかね、うん、で振り返ってみると本当に勉強したの1ヶ月だから1ヶ月で受かったって吹くんですよ合格したやつはいくらでも言えるんでいや俺3日で受かったよみたいねあの本当にお前3日かって詰めてやってください本当に3日かと。 うん、いやー目が泳ぎますよ。えー、やってんですちょいちょいでも本当にもう本当本気になったのは3日それで受かる人はい,るいますよ。うん、あのそれいいるんですよ間違いなくだけどある程度やってるだからどこを何をどこまでやるか分かってればそれぐらいで1ヶ月とかで行く人もいるんだけどやっぱ最近はレベル曲がってるし。えー その民法だなんだっていうそれに時間が取られるんでねその素養がある方だから宅研試験ってねあの例えば司法書士試験っていう試験を受けてる人が卓研受けるとほぼほぼねモーラまあもちろん宅研業法とかね法令上の制限とか全然っていうところあるんですけどあの似たようなのがあるんで大、ね、体い,たいけるんですよ。すぐであと勉強慣れしてるからいけるんですよ。 うん、もちろんね、司法試験とかの方もそうだしね、うん、あともともとその勉強受験だなんだっていうのでスペック高い人ってま要領良かったりするじゃないですかそうするとそれぐらいで行く方はいるけどもあと公務員試験でね、民法をしっかりやってましたとかね、うん、そうじゃないとね1ヶ月は難しいですね、えー、だって1ヶ月で300時間取れないですもんね普通の人ね、うん、だから300時間ちゅうことはどうですそろそろ始めないと間に合わないんじゃないですか そうなんですよ300時間の学習で例えば昨年とか一昨年とかある程度やってたらもっと少なくてもいけるでしょうね。だってもうベースはあるから。ただベースはあるけどね早く問題とかね早く見直してみてくださいよ思いっきり忘れてますからほぼほぼねえやゼロに近いやぐらいになってますからただゼロに近かっても心配しないでください。え去年ととやっったこはははは無駄にになってなていいですすす必ず思い出すの早早くく勉強は早く元に戻ります ただその早く戻すのをなるべく一刻も早くやる方がいいです。はいだからここです。一番下。一刻も早いスタートを今すぐ始める。で勉強いつから始めようって言って、うん、じゃあ今週忙しいから来週だなってね、えー、来週やり始めないんですよ。えー、あゴールデンウィーク、えー、じゃあやるか頑張ってってと、えー、ゴールデンウィークいやなんか家でダラダラしちゃっててね いやーどっか旅行でも気分転換いければいいんだけどコロナでどこも行けなくてなんか結局ダラダラっておいおかしいだろうとダラダラじゃなくてそこ勉強なんでしてねんだっていうねうんでもいいんですよ皆さんはえゴールディークうわーやんなかったわと大丈夫ですよこれからやれば間に合いますからねいつやるのそうもう今日ですよこれ聞いてああもうやるわ、うん、すぐ始めてくださいえよし今日聞いた明日からやろうとなんで明日にすんだよおいとえもう今始めるって言ったらもう今日やる 今日合格するって決めてください。でもうやるんだったらもう今日から始めてください。ちょっとでも行動する。まずは行動する。何やっていいかわかんない。とりあえずやれ。やることによって何やろうか見えてくる。うん、結局ね勉強ってね始めないと始まんないんですよ。うん、もうねだいたいそのじゃあ勉強始めようってなってそのまず始める前にねよし戦闘態勢整えにあの机を片付けようっ,ってね。 片付けすると片付けし始めるとね昔の懐かしい漫画とかねあとなんかこう,うんアルバムとか出てきちゃってねいあいつどうしてるかなみたいにね懐かしいなって言ってしまった今日また一日終わったみたいなもういつになったら始めるんだよよなんですよねだからこれもう自分のね心が決める合格すると決めるじゃいつやるもう今日うんで何やる決まってないとりあえず本読むえ去年のザもしあれあったら見る えもし何も教材なかったらとりあえず本屋行くで買ってきてみるで読んでてよく分かんなかったら今も情報いろいろあるじゃないですかツイッターとか YouTube とかいろんなもんねそういうので見えるあこういうのを他の人やってんだよし俺も頑張ってやってみようってねそのモチベーションで始めてください結局始めないと始まんない今すぐ始めるやる気になったらその場であと合格するって決めてやってくださいね、うん、でなんか効率よくやりたいなとかいうことであったらはいこのレック東京リーガルマインドですね はい。まあ、ウルトラ速習というのがあります。これで理解しながら必要な知識を定着。で、これインプットと呼ばれる講座です。知識を入れる、理解する。これね、本読んでて、もちろん完全に、完全に誤解なく理解できれば、あとは過去問をやって覚えていくっていうね。作業でいけるんですが、それがなかなかまず大変なんですよ。人間というのは、こう思い込みっていうのはね。それをなくして、もうベースとなる。だから、三十五時間で全部隅々まで、実は終わらないんです。 で、終わらないのに大丈夫なのと、うん、あの35時間で過去問をやれるレベルにまずは持ってきます。で、過去問やる前にウルトラ解きまくりというのがあるんですけど、これね問題を解くね。その姿勢を学んできます。で、このウルトラ解きまくりもね。あの問題、この解きまくりの問題だけやれば受かる。そんなそんな甘い試験じゃないです特徳丸化の講座で問題を解く姿勢を作るで。あと過去問集ですね。これですね。 まあ教材に配られるんでこれ、ね、え、これはしっかり潰していく。で、そうするとウルトラ35時間とか特目で、あ、こんなのなんか出てないぞだけど、え、ちゃんとベースになっていることが分かっていれば解説がわかる。で、そこで潰していく、うん。これが一番効率がいいんですよ。あのなるべくインプットの時間をう効率的にやるためにギュッと吸収してる。結構テンポ早いですよ。この35時間。 で解きまくり問題の解く姿勢を学んで変な解き方なんとなくでやらないようにしてであとは皆さんね合格へもう邁進していただくとあとついでなんかついでじゃないんですけどねデータ順必勝総まとめっていうのはこれあのねインプットの講座ウルトラ速習はでアウトプットが解きまくりでそれをさらにデータ順っていうのはアウトプットしながらインプットするというアウトインインでアウトしてアウトでインすると。 要は問題解くことによってそこの論点ポイント周辺をまとめていくっていう講座がこの出た順総まとめ講座出た順必勝総まとめ講座って言いますまあそういったものがね全部パックになったりするのでねぜひレックでねその ど,どういうものが、まあるかパンフレットもできてますんでね。うん。それをね、ちょっとご覧いただいて。あと、このパンフレットのコースの説明なんかもね、ちょっと別の動画でやってますんでね、探してみていただければと思います。まあ、何やとおも皆さんのね、合格をね、お祈りしてますんで、えー、絶対合格、まずは決めてください。そして、もうすぐに始めてください。で、始めて、やっぱ効率的にやるには学校行こうかと思ったら、ぜひレックよろしくお願いいたします。以上でございます。はい。それではですね、今から始めよう、レックで短期集中学習というテーマで30分お話しさせていただきました。えー、ご清聴ありがとうございます。じゃあ、皆さんが合格するようお祈り してます頑張ってくださいそれでは本日はお疲れ様でした